低い土地に続いて今回は高い土地の暮らしを見ていきます。紹介したいのはこれ群馬県の妻御井村です。どこにあるかというと群馬県は東京があって埼玉があって群馬がここやね。その群馬県の中でも西の端長野県と接しているところにあるのが妻御井村になります。有名な火山朝ま山という火山があってそのふもとにあるのが妻御井村です。 この写真を見てもらったら分かる通りこれは浅間山です高い山に囲まれたまさに高い土地での暮らしになるわけですそして面白いのはこの村の名前です妻乞村というんです妻という漢字がちょっと難しいけどこれは今の妻という漢字です夫は妻の妻ねこれの昔の漢字になっていますなので妻乞村っていうのは妻に 恋している村なんです。どういうことなんでしょうこれは実は昔こういう話があって、日本の神話の中にヤマトタケルという人が出てきます。天皇の息子としてヤマトタケルというとても強いヒーローのような人が出てくるわけね。その人が東の方にこう兵を進めている時に途中海の神様の怒りにあってヤマトルの奥さんは自分の身を海に捧げるんです。身を投げるんです。 そして奥さんを亡くしてしまった大和剛はこの東に攻めていった帰り道の時にあ,あ奥さんがいなくて妻がいなくて恋しいというふうに泣きますなのでその辺りのことを妻恋村と呼ぶようになったと言われていますそんな由来も面白い村ですそれじゃあこの妻恋村どんなところかというと 一つ特徴として紹介しておきたいのは周りに火山があるということなのでこの辺りの土地というのは火山灰が降り積もってできた土地になってます火山灰っていうのは火山がボーンと噴火をした時に飛んでくる灰のことですなので土の色が見えるといいけどこれら黒くなっているのわかるかな普通の土よりすごい黒くなっていますこれはその つまごい村の土ではないけど同じような土をまあ地下の部分まで掘り出したようなも黒い土になっているよねこういう土になってますこれは1つ特徴ですやっぱりこういうのは農業に影響していくのよねそして気候ここはこの辺りは気候のグループで言うとどれになるか日本の6つの気候のグループで言うとどれになるかというと本州の真ん中中央高地の気候になります。 日本海側の気候太平洋側の気候ってやったと思うんやけどこの本州の真ん中のあたりっていうのは山の高さが高いので別な気候になるよって話をしたと思います。え、その中央気候中央高地の気候にこの嬬恋村は当てはまります。それじゃあどんな気候やったかというと分かりやすくウ右ンズを見てみましょう。ちょっとこれは長野市のウ右ンズになるんやけど長野ここなのでそんなに変わりません。 見てみるとどうかというと大きな特徴はこの冬は0度以下になるような日もあるんやけど夏は30度を超える日もあるんやねこれが大きな特徴です1年間で夏と冬の気温の差が大きいですよとそしてこれはちょっと分かりづらい他のところと比べないと分からないかもしれないけどこの棒の長さが長くなっていますつまりそのそれぞれの月で 温度が気温が高い人高い時と低い時の差が大きい高い時っていうのはお昼で低い時は夜なので昼と夜の気温の差も大きいこれが中央高地の気候の大きな特徴です昼と夜夏と冬の気温差が大きいというのが大きな特徴になりますでも日本全体の中で言うと夏は涼しいですそして冬はいです 北海道ほどめちゃくちゃ寒いというわけではないけどやっぱり雪も降ります。までもそんなにたくさんは積もりません。日本海側ほどは積もりません。まそういう気候になっていますよと。それじゃあこの嬬恋村高い土地での暮らしてどんなものかというと紹介したいのは今回は農業の話だけです。 さっきも写真で出てきましたよね。どんな農業をしているかというと、やっぱり農業はその地域に合わせたものを作るというのはすごく大事なので、まさにこの夏の涼しい気候と、この火山灰の土に合わせて、ある作物を作っています。この火山灰の土というのは水をよく通します。水をよく吸うんやね、入っていきます。 なのでえっと低い土地の時は水がよくたまる話をしたよねえそれは田んぼとか米作りに合っていますよって話をしたんやけどこの火山バ灰土というのは水がすぐ染みていってしまうのでえ米作りには向きません米作り田んぼは水を溜めないといけないからねなので畑ですじゃ畑で何を作っているかというとこの写真でわかるかなレタスじゃないですよキャベツです キャベツの栽培がつまごい村はとても盛んです。これ以外にもこうした高原で作られる野菜のことを高原野菜というんやけど嬬恋村のキャベツ以外にもほうれん草とかレタスとかもこの高原野菜にあたります。でも嬬恋村で特に盛んなのはこのキャベツを栽培していますよと。 えそしてもう一つこの嬬恋村の農業この地域の農業で特徴的なのは出荷のの時期の話ですえどういうことかというと夏他の地域嬬恋村っていうのは夏は涼しいという話をしたと思うんけど他の野菜を野菜を栽培しているような地域というのはやっぱり夏暑くなりますそうするとこうしたキャベツとかレタスとかほうれん草のような高原野菜には良くないです 夏の暑さには弱いので多くの地域はもう暑い夏が来る前に出荷をしてしまいますところがこの高原地域松孫湖村とかでこの中央高地では夏も涼しいので夏の間もこの野菜を育てることができる成長を抑えることが遅らせることができるんです そうすると他の地域と時期をずらして野菜を出荷することができます。どこに出すかというと関東、東京とか埼玉とか千葉とかね、あと近畿、大阪とか兵庫とか京都です。こういうところの大都市に出荷をします。たくさんやっぱり人が住んでいるからこういったところに出荷をします。 時期を過ごしてとてもいいことは何がいいかというともちろん私たちにとってもああ今キャベツはなかなか他の地域ではないなという時にこの野菜が届くとうれしいよねキャベツいつでも食べれるようになりますでも農家さんにとってもうれしいです他に野菜がキャベツがいっぱいお店に並んでいる時にキャベツを持っていてもあんまり値段高くないよね誰でもいつでも買えちゃうから けど他の地域がキャベツを出していない時に出すとキャベツがレアものになるので珍しくなるのでちょっと値段はやっぱり高くなるんですそうすると農家さんに入ってくるお金も売り上げも高くなりますなのでわざと時期をずらして栽培をしているわけですちょっと難しい言葉を使うと成長を抑えて栽培をしているので抑えるっていう言葉を難しく言うと抑制と言います なのでこうした農業のことを抑制栽培とも言ったりします大丈夫かないろんな土地の暮らしを見てきました暖かい土地低い寒い土地低い土地高い土地と見てきたわけやねんけどそれぞれの気候や土地に合わせて暮らしや産業の工夫が行われているんです